勝者花咲蘭。女子無差別級優勝は花咲蘭選手です。やったね、商品の LBX ゲット。花咲蘭、あの子が3人目。
つら。誰が動かしてるの？出てきなさいよ。ねえ、これって乱入ってこと？どうしよう、こんなバトルやったことないよ。こんなの組手と一緒だって。じいちゃんに鍛えられてるから慣れっこだよ。どこの誰かわかんないけど面白いじゃん。バトルスタート。ヒットアンドアウェイなんてめんどくさい。ヒットあるのみ。これが私とミネルヴァの実力よ。ほんと、あんたって武道とバトルのスタイルが一緒なのよね。強引というか、ガサツというか。一心同体ってことよね。ユキ、どうしちゃったの？なんでなんで？いい調子！戦闘終了。ユキ、ごめん。一体何なの？また乱入！？見せないでコソコソやっちゃってさ、いい加減にしなよ。まだいたの？俺たちは味方だ。あいつらを一緒に倒すぞ。やっぱりこいつらディテクターの LBX ですね。ディテクターって？話は後だ。一緒に戦いましょう。このままじゃ引き下がれない。バトルスタート。こっちは準備万端。はっ。いい調子。
りは黒いあいつだけだね。デミックモード。これはデモニックモード。来るぞ。気をつけろ、次が来るぞ。あれ、あいつは逃げられた。なぜとどめを刺さなかったのでしょう。アキレス。